頼む、マジでスペシャルガードを使わせてくれ。俺に買ってねえよそんなのよ。縛りでもなんか努力縛りとか考えなきゃよかった。いや、エッグエッグエッグ、いつもお世話になっております、ペリモンと申します。はい、前回ですね、この後ろにいるあの強敵ルカリオを率いたスモモをなんとか倒したところだったんですけれども、今回は4つ目のジムをちょっと一応倒して、かつまあ行けたらまあね、5番目のジムとかまで行っちゃおうかなっていう風に思っています。ちょっとスピーディーに行こうねって感じ。まあいよいよ後半戦差し掛かってくるってところかなっていう感じなんですけど、前回ね、一応ドーピングアイテムをね、使わずにっていう、一応追加の努力縛りみたいなやつを、やっていたので、今回からですね、その、ね、努力縛りをちょっと継続していこうかなと思っています。つまり、ドーピング原則禁止縛りです。はい。原則っていうところになんかちょっと甘えが見えるかも思うんですけど、まあ、なんか、全く使わないっていう風にして、まあ、完全に積んでしまって、もう全く動けなくなるっていうのは、それはそれでつまらないと思うんで、100戦ぐらいやって、突破できる兆しが見えないとかになったら、ちょっと解禁していくって感じになるかなっていう思っています。ね。より、縛りを厳しくしたこのルールで、俺の相棒であるゼウスがどんな戦いを見せるのかっていうところをご覧ください。では、早速本編に行きましょう。野瀬に向かおう。はい、何度かねこの野瀬シティに着きました。でトレーナーもね極力避けて、なんとかレベル34のところで収まってるんで、もうすでにね結構効かなくなってきてるんですけど、いうことはもうここのジムトレーナーもなるべく戦わずに経験値上げない状態で、なんとかこのマキシをね倒していこうと思います。それさえ終わればね結構余裕持ってレベル上げもできるから、行こう。このジムどういうシステム？ここのジムリーダーマキさん。いや、マキシマム仮面は水タイプの使い手。水タイプのポケモンは炎や電地面タイプで戦うのはいい度胸と言えるだろうな。正直水タイプのジムだからね、結構楽にいけんじゃないかなと思ってんだよね。どういう感じ？なんか戦わなくていい感じだと嬉しいんだけど。はい、ということでマキシの前まで到達しました。ただこいつの子すごい脳筋ですみたいな見た目してるくせに、なんかすごいジムはねギミックまみれで、なんかトレーナーと4人とも戦わせられて、ちょっとレベルがね1上がっちゃったんですよ。で1体倒すと多分レベル36とかまで上がっちゃうからちょっとしんどいんだけど、もう仕方ないからここはもうゼウスのねもう機嫌に任せてこいつを倒していこうと思います。よく来た。俺様こそがノムセシティポケモンジムのジムリーダーで、その名もマキシマム仮面、水の力で鍛えた俺様のポケモンは、お前の攻撃を全部受け止めた上で勝利するかかかってこい。お前さ、だから、そのスタンスで行くんだったら、もうちょっとジムもさ、なんか、何単調な感じでさ、もう土正面に一本道引いとけ。いや、一戦ギャラトスか。重たいやつ使ってくんね。でもレベル27ってだからさ、なんか、ルカリオとかと変わんねえんだけど。スモモのところとそんな大して違いないぞ。もしかしてあれか？レベル一緒のパターンか？めっちゃいい感じに言うこと聞いてくれる。問題はギャラドスは多分一発じゃ全然倒せないことなんだよな。噛みつく。まあ、どんなもん入るかだな。ああ、まあ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 。うわ、ダリー。お、めっちゃ動いてくれるじゃない。ピピ足りるかこれ。沈めろー、うわー、呪縛解かれる。オッケー。いや余裕だったわーマキシ。もうこれもダイジェストでいいだろこいつ。まあ結果はこの通りだが、お前と戦えてものすごく楽しかった。なのでこれを渡そう。フェンバッチをゲット。オッケー。霧払いか。あー、波乗りがもらえるわけじゃねえか。水タイプだから波乗りもらえるかと思ったけど。
ほいじゃあね、ちょっとヨスガシティに行こうと思ってんですけど、ちょっとこの建物が気になるのと、こいつね、なんか何やってんだろう、さっきから。トバリの倉庫からグツグツ予約届いた。まず、そして俺は思いついた。まず湖、湖ってどこだ？大事な仕事で失敗許されない。大出現だと邪魔が多そうだからな。まあ、そういうこと？大出現はなんかそんないろんなやつがいいんだ。聞いててな、俺の大声の独り言、そりゃそうやろ。大声で喋ってるのが悪いやろ。本当ならポケモン使ってひねり潰してやるところだが、俺は湖に行くのに忙しいのでさようならだ。いいか追いかけてくるんじゃねえぞ。なんか普通に止まってるし、よっ。しつこいな。我々の実験が守備よく成功すれば、我々のボスの理想の世界を作り出せる。だからお前の相手なんかしないぞ。だから決して追いかけてくるんじゃねえぞ。なんか構ってちゃうみたいだな。はぁ、びっくりした。お前追いかけてくるんじゃねえよ、俺のこと。やめろ。しゃか、わっと、いつもぶつかってるばかりじゃないぜ。いや、ぶつかってたよな。ペリポンポケモン鍛えてるけ。よ、やめろ。もう嫌な予感しかしんかった、お前の BGM で。お前とポケモンどれくらい強くなったか、俺が確かめて。いいって、余計なお世話だって。なんか、お前なんか善意みたい。俺いいことしてるみたいな雰囲気で喋りかけてくんのやめろって。4体もいるやん。あ、ムックル。あ、まだムックルやん。あ、余裕やん。軽くひねってやりましたよ、と。レベル上がらんか。まあまあまあ、いいでしょう。なんだってよ、俺、巻きちめて。なんか言うとる、なんか吠えとるわ、社会が。まあちょっと強くなってるかもな。そこのところ驚いてゆっかり巻きちまってしまったぜ。で、お前、さっきの銀河団なんだ？お前に止められたから追いかけられねえんだよ、お前。よくわからないけど、逃げるやつ追いかけろ。ポケモン以外の逃げるやつは悪いやつって決まってるからな。じゃあな、ペリポン、次は手加減なしだぜ。お、逃げたぞ。お、社会悪いやつか？やっぱ。なんか、レベルには変わんないね、マジで。チャオ、僕はゲームディレクター。ああ、これあれか。ポケモン図鑑集まったら光るお守りもらえるやつ。なるほど、ポケモンディレクターだから。あれ誰だろう、増田さん、森本さん。やっぱり海よりプールだって。海のしょっぱさはな、涙の味ですもん。なんか言うとるわ。なんか、おお、ポイントアップ、ポイントアップこれマジででかい。使おう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 。先生、お前の技ポイントが増えたぞ。お前これで破壊光線6発撃てるんだ。うわ、やった。うわ、これはマジ死活問題だからな、PP は。これで6体のさ、フルバトルでも戦えるぞ。よし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 。一体どこまで行く？お前、もう疲れ切ったんだね。なんとまだ追いかけてきたのか。湖は目の前なのに仕方ない。ポケモンでコテンパに。あー。やっと諦めた？主人公の体力無限大やから。アルセウスはなんか途中でなんか走るの使ったり疲れたりするけどね。もう戦えない。それにヘトヘトだ。仕方ない、これは幹部に渡そう。せめて湖で使い方があった。あ、何、どうした？おっそ、いや追いかけろよ。破壊地味にしろよ。なんか危なそうなアイテム使ってんだからさ。お前、シルノ、おや、久しぶり。ポケモン図鑑の調子はどう？すまん、聞かないでください。私は湖の言い伝えを調べに来たんだけど、今入れないみたいね。言い伝えのことしてる。湖の中に島があって幻のポケモンがいるの。あー、あれか、ゆくしやぐのメイブリとか。だから人は入っちゃいけない場所があるんですって。そうだ、話か、お前そんな、めちゃくちゃつけ話してくれね。まだ一回しか会ったことない、俺に。そうだ、話変わるけど、君210万ドルのコダックの群れを見た？あ、見た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 。あれだよね、ズイ行く途中だよね。そう、210万ドルの喫茶店あるでしょ？その隣でコダックたちが寄り添って頭を抱えてるの。そうだね。でね、コダックたちにこれを使うといいかもよ。君ポケモン図鑑作ってたよね。行ってみたら、こいつなんか、ポケモン図鑑を盾にさ、なんか、すごい俺にお使い頼んでない？だいぶ。銀河団、いわく、ね、いわぎり渡して銀河団を壊滅させようとしたりとかさ。私も昔図鑑を持って冒険してた。あ、そうなんだ。君、すべてのポケモンと出会えるといいね。そうしたら、幻のポケモンの秘密がわかるかもしれないし。じゃあね。確かになぁ。まあ、幻のポケモン実質使ってるみたいなもんあるけどな。し、とりあえず、コダックのね、ちょっと、なんか頭抱えてるところまでやってきました。じゃあ、これちょっと秘伝の薬使ったらどいてくれるのかな？多分。ほら。大丈夫か？おー、よかったよかった。お前ずっと頭痛してるってポケモンだった気もするけど。お前、自分で渡しに行け。ああ、そういうこと？なんかいろんな経験をさせてあげようという親心なのかな？白なの。コダックの頭痛を起こすポケモンと調べているけど、その原因までは分かっていないんだよね。そうだ、君にお願いしたいんだけどいいかな？また
このお守りをカンナギにいるおばあちゃんに届けてほしいの。カンナギ？へえ。カンナギに行く途中にも珍しいポケモンいるから悪い話じゃないと思うけど、まあまあええけど。はい、古代のお守りね。はい、私の、おばあちゃん、なんていうか偉そうな、オラそういうの出てるからわかると思うんだけど。そうか、おばあちゃん、カンナギの長老だからすぐにわかるわよ。え、あ、なに、このさ、シロナってカンナギタウン出身っていう設定ちゃんとあるんだ。で、場所だけどタウンマップ見ればわかるよね。じゃあよろしくね、またどっかで会いましょう。すんごいなんかね、親しい感じで接してくるんだよな。まあ、いいね、嬉しいんだけどね。そりゃチャンピオンがそんな風になんか接してくれるのは。とりあえずカンナギ目指すけど、こっから戦うトレーナーとかは普通に倒していくか。まあレベル目やるしね。私な、うわうわ、なんも見えねえ。これ恋霧状態か。マジ？これ霧払い持ってねえんだよな俺。いや、いかん、マジで、つつ当たんねえ。さすがにちょっと霧払いいるか、これ。マジで当たんねえな、これ。ちょっと霧払い調べて取ってくるか。おお、こいつか。え、手っ取り早。もう、入ってすぐじゃん。なんかここにあるっていう風に調べたんだけど。え？じゃあこのサファリゾーン一歩も足踏み入れてないけど、正直行かなくてもいいんだよな。まあでもちょっとせっかくだから観光していくか。さて、じゃあこの霧払い使ってみますか。どんなもん貼れるの？まあフラッシュとかだと中途半端に貼れるって感じだけど、もう完全に、あ、完全にだね。おうおうおうおおお、これはで、これはええや。あいつ絶対トレーナーだな。はい、カンナギタウン着きました。で、一応ね、レベルもね、41にね、一応こっちセルス上がってるんで、ちょっとね、まあこの先のことも考えて、ちょっとこれ以上レベル上げるの一旦ね、やめとくかな。強制、なんか戦闘以外はね。で、多分これが多分シロナのおばあちゃんなんだよね。遺跡の前に宇宙人、あ、やっぱりそうだけど宇宙人、あ、銀河団か。あそこには何もないのに、それに払うって爆弾を使うと言ってる。むちゃくちゃ物騒やん。困ったものだ。わしが追かければポケモンと一緒にギタンギタンにしてやる。そんなになんか武力派だったんですか、あなた。要は俺が、ギタンギタンにしろと案に言ってます。まあやりますか。これはもう強制戦闘だから仕方ないからね。あ、こいつか。あ、しかもただの下っ端じゃん。腹立っててんの。こんなしみったれた街に何もないなら銀河爆弾でぶっ飛ばす。邪魔をするというならポケモン勝負で黙らせるで。さあどうする、邪魔をするのか。銀河団の邪魔をするとは世界に、いや、宇宙に逆らうやつ。こいつなんか思い込みがスケールでかすぎるぜ。これさ、赤木の指示じゃないよね。なんか、変になんか勘違いしたさ、それの曲解しちゃった下っ端だよな。まあ、こいつの間違いを正してやるか。おれー、よーし、軽く倒しましたわ。強い、うー、仕方ない。こんな何もないところ、どうでもいいから帰ってやる。じゃあ最初から爆弾仕掛けようとすんなよ、お前。意味わかんないじゃん、お前爆弾をさ、仕掛けようと思った理由が。おお、助かったよ。それにしても強いトレーナーだ。このカンナギタウンの長老として俺を言うよ。長老なんだ。ん？そのお守りはちょいと見せてくれるかい？何？孫のシロナに届けるよう頼まれたのかい？シロナもおばあちゃんになるとこうなるんだ。あんな綺麗な感じなのに。これは昔カンナギで作られていたお守りでな、神話地方を作ったと言われる 神様に捧げいたもので、今でも時々見つけるのじゃよ。うん、そうじゃ、せっかくカンナギに来たんだ。この遺跡の中を見ていかんかね？おう、いいよ。せっかくだからちょっと見させてください。これは、アグナムユクシユムリットじゃないですか。ペリポンは大昔の壁画を見つめた。よくわからない模様が壁一面に描かれている。三角形に並んだ、三つの何か。うん、そして中央に光るもの。何のことだろう？中央に光るものなんだ、これ。これわからんの、確かに。アルセウスじゃないんだ。その壁画、そこには神がいた。それらは強大な力を持っていた。その力と対になるように三匹のポケモンがいた。そうすることで、カナエのごとく、均衡を保っていた。カンナギに伝わる、神王地方の昔話さ。そうじゃ、いいものを見つけたんだ。これを持っておき。もともとは孫のものだけど、使ってないからいいじゃろって。おー、何個もらえたわ。3？ なんだろう。お、波乗りか！ついに手に入ったわ。じゃあ、あれか。で、やっぱり次の、
あれだよね、ミリスター倒せたっけ、ミリスターだったか忘れたけど、を倒すと、波乗りが使えるようになるんだな。おし、じゃあ、なんかこの流れで行くと、多分ヨスがね、事務前できるようになってるっぽいから、ちょっと、おぉ、びっくりしたー、今から行こうと思ってたのに、どうもくだらないアーストリーがあってたな。やっぱ、赤木の指示ではなかったんだね。もっと世界を見渡して大きなレベルで物事を見るべきだ。そう、宇宙のような大きさで。ああ、なんか、まあ、お前もなんかちょっとぶっ飛んでるけど。なんでこんなクロスしてんすか？ちょっと正面向いて話しましょうよ。私の名前は赤木。くだらない争いをなくし、理想の世界を作るための力を咲かしている。が、ここにはなさそうだ。君は天眼山であったね。怖いよ。君、ただ、今さ、ちょっと山ですれ違っただけのさ、人の顔を覚えてんの。まあ、俺も覚えてんだけど。何か伝説に持ち合う力を見つけたら教えてほしい。それが新しい世界を生み出すのに必要だからね。おいおい、一回もあいつ目を合わせずになんか話してたぞ。コミュ障か。まあまあまあ、とりあえずね。まあ赤木にちょっと邪魔されてしまいましたが、まあ本題のね、ヨスガ事務戦に行きましょう。はい、じゃあ、多分ヨスガ事務これで行けるようになってると思うんで、早速攻略しに行こうと思います。よし、早く波乗り使えるようになろう。お、やっぱりね。エレベーターが登れるようになってる、これ。確かさっき、なんでだろうね。前来た時はこのエレベーターなかったもん。なんだ ?3 たす5たす7はいくつ ?15。え？そんな算数の問題やらせるの？つうわけで、簡単なね、四則演算はね、余裕で、完投して、とりあえずジムトレーナー戦わずにジムリーダーのメリッサの目の前までやってきました。で、こいつがどんな武器を使ってくるかはわかりませんが、俺のゼウスの破壊構成で全て破壊してやる。まずは当たって砕けろだね。とりあえず敵将視察で様子を見ていこう。こいつの髪型終わっとんな、おい。頭にアメモース入れとるんか。ポケモン界の黒柳徹子か、こいつ。フワライド、ちょっと待って。それはお前計算入れてなかった。ちょっとやばい。ちょっと待って。はゴーストタイプ、ちょっとどうしよう。え、ちょっと待って。破壊光線しか俺覚えてないんですけど。じゃあそれ聞いてねえよ、お前。どうすんのこれ、破壊光線打ってみる。ほら、やっぱ効果ないじゃねえか。何がお前ゼウスさ、お前破壊光線で全部お前破壊するだよ。お前無理じゃねえかよ、お前。効果ないんだったらお前、こんなんどうしようもねえよ。うわ、ここでついにお前企画終了かも。大号にして、ついにこんな企画終了の瞬間来てしまうのか、マジかなんちゃってー。というわけで、はい。まあ、当然なんですよね。こんなメリッサがゴーストタイプのジムリーダーなんてことはね、当然ね、分かってたんすよ。まあ、っていうのもですね、はい。このゴーストタイプの、ね、ジムリーダー、当然厳しいと考えていたんで、今回、自分は対策を用意しております。はい。もちろん、破壊光線、PP6 しかありません。そして、当然破壊光線を打っても何の意味もない。そして、悪ガキを今回は禁止しているので、当然、悪ガキをした時点で、こちらの、負けです。じゃあ、どうするかというと、はい、今回の秘策、この、ひめりの実です。はい、こうやって頑張ってね、裏で回して、育てて、必死こいてね、こいつ育ててきたんすよ。で、今回は、このひめりの実87個を使って、こっちはね、PP をね、枯らし続けて、かつ、この PP を回復し続けます。ということでやっていくと、相手の PP が切れるわけですよ。相手の悪あがきに関しては特に縛りをつけていないので、今回の作戦としては、ゴーストタイプは、すべての相手の PP を枯らすということで、相手の自傷ダメージですべてのポケモンを倒したいと思います、うん、これほどまでに完璧な作戦が他にあるだろうか。というわけで、このひめりの実87個でね、無限 PP 回復券と行かせていただきますよ。あー、くっそ。はい、終われー。ついに来た！来た！相手のピピ枯れたぞ！よっしゃ！これで、俺のピピが分かんなくなっちゃった。でもこれで、フワライドはですね、ワラガキによって1回の攻撃で HP の4分の1をなくすので、これで4発でフワライドは、とりあえず、落ちるはずです。
俺の、あ、破壊光線 PP あと2個あるね。オッケーオッケー、ここで姫の身で確認。よし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 。おっしゃ。とりあえずね、フワライドこれで、フワ、あれージミーに残った。こいつ奇数調整してやがる。ちょっと待てよ。あ、ファイカフさんまだ PP ある。こっち怖いな。PP 管理が怖い。だる、めんどこいよ。めんどい。めんどい。よっしゃー、まず一体目フワライド倒した。いやー、なんだかなんだろうな。心の中でそんなに盛り上がらないけど。次、ゲンガーか。うわぁ、強そうなやつ出てきたなぁ、おい。これ一発回復しとく必要あんな。ホームミルク。これどんなもん食らうんだ、これ。さてさて、ゲンガーのダメージ、ゲンガーのダメージ、そうそう。うーわ、いっちゃめんどいことしてきた。ありえん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 、めんどくせえこいつ。一番やってほしくない技持ってあんだこいつ、めんどいわマジで。あ、シャドクロか。まあまあ吸収に当たんなきゃ大丈夫。あ、全然大したことない、全然大したことない。オッケー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 。あ、毒付きも、まあ、うわ、毒になるとめんどいな。毒系の回、うーわ、引きたくないの引いたよ。ちょっと待ってよ、これどんなもんダメージ入った、わかんねえ。あー、これ多分耐えねえ。次、うわ、モーモーミルクが足りねえなこれ。え、ちょっと待って、いや、ここで足りないはなしだよここで足りないはなしじゃない、ちょっとこれで足りないはなしじゃない。マジでめんどい、マジでめんどいこれ。あるかな、モーモーあった、モーモーの実。オッケー、回復。うーわ、だれ、こいつの攻撃全部だりーな、おい。やってる、すごい効率の悪さだなこれ。シャドウクロウ、怖っ。ちょっと待って、今HP、まあ、60ぐらい削られるってことはちょっと覚えておいた方がいいわ。これシャドウ、いや、シャドウクロウの警戒やばこれ。わ、シャドウクロウあと何発残ってるこれ。いやー、めんど。あ、まだあるか。シャドウクロウ PP10 じゃなかったっけ。あ、やった。やっちまったー。マジでやったー。ほんとに。あ、マジでやっちゃった。マジで。もう PP 管理めんどいよ、これ。こんな耐える終わり方ねーよ。まあでも、まあもう回復アイテムもね、モーモーミルク切れてたし、まあ勝ち目ないんで、出直してきますわ。くそ。40分も戦ったのに